髪型いいかもな。さて一人飯ですね。一人でお肉を焼きました。焼き方はレアに近いですが、焼き方には自信あり、フォカッチャ、ね、今日はパンです。健康診断行ったらさ、胃腸は元気なんだよね。胃腸は元気なんだけど太ってるから痩せなきゃいけないんだ。多分胃腸が元気で腹減ってで減量しろって言ったら、もうなんかこれから地獄のような生活が待ってるのかなって思うとちょっと嫌だね。なんか薬ですぐ治る時代に、まあ、なってくるんだろうな。エビ、タバコもやめて健康になろうと。こんなの食べてて健康なんのかな。今日奥側が珍しく立ち上がりやられてんな。美味しいね、これ。クレソンが好きなんだよ。高卒2年目だもんな、奥川は。大したもんな、ほんとに。素晴らしいな。青柳さん。これやっぱパンを温めた方が美味しいな。うまいか。青柳は久しぶりに最初に援護庁もらったな。3-0。
ちょっと行儀悪かったね、今の食べ方、ね、すいません。まあ一人飯なんてそんなもんですもんね。今年のプロ野球も優勝がもう出揃うな、ね、でもパ・リーグは分からんな。でもまだセ・リーグは阪神が最後の1だね。どうなるか、圧倒的にヤクルトの方が数字上では上だけどな。どうでもどうなりますかね。髪も決まらんよ、ふわ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 して、本当に、ねえ、なんか海藻みたいなもんな。あれボールに力が出てきたな。なあ、お母さん心、ね、まあしょうがない。さあ、少しは反撃してやらないとね。塩見が一番になるのは痛いな。でも山崎も頑張ってるからね。真ん中初球、はい、ごちそうさまでした。では下げます。